ーの、はい、おととい公示された衆院選。琵琶湖の西側、大津市と高島市からなる市が一区でも戦いの火蓋が切られました。かつては民主王国と呼ばれた滋賀県ですが、一区では過去3回連続で自民の大岡俊孝さんが勝利を収めています。自分の名前のたすきをつけさせていただく、本当にこの重みを感じていますし、今回自民に挑むのが国民の新人斉藤アレックスさんです。スペイン人の父親を持ち、日本語、スペイン語、英語と3カ国語を操ります。皆様の給料を上げて経済成長を取り戻していく、豊かな社会を取り戻していく、そういった今回の衆議院選挙にしなければならないと考えております。中学生の時、父親のスペイン料理店が倒産し、家計が苦しくなった辛い経験から、賃金引き上げなど経済政策の転換を訴えています。滋賀1区では立憲、共産、社民の連携が進み、野党候補は事実上アレックスさんに一本化されました。滋賀1区では斉藤アレックス先頭に立って頑張ります。斉藤アレックスに国民は党を挙げてバックアップ。緊急事態宣言が明けた今月1日、玉木代表が全国で最初に駆けつけたのがこの滋賀1区でした。滋賀1区はですね、我が党にとっても最重点、地区の一つであります。特にこの近畿ブロックの中ではですね、最も力を入れて、当選を勝ち取りたい、選挙区でありますので、ここまで代表が力を入れて最重点区とするのには訳があります。過去3度のいずれの選挙も野党無所属の票を合わせると自民の票を上回っていたからです。選挙事務所の看板の方ですかね、これ投稿します。さらに勝利をもぎ取るべく、アレックスさんが力を入れているのが SNS 戦略。自身の YouTube チャンネルでは玉木代表をゲストに迎え、討論会を生配信。なかなか生活保護を受けるべき人が受けないという問題が日本にはあって、苦しい生活を続けているという、ワーキングプアの問題がありますけれども、雇用のセーフティーネットをどう作っていくのかっていう提案をどんどんしていきたいですね。コロナ禍で人との接触がはばかられる中、有権者に声を届けるために SNS を重視しているんです。僕を見かけた時に検索をして、さらに情報が載っているようにするというのが本当の狙いなので、SNS でも情報発信をして支持を広げていこうという思いでやっています。迎え撃つのは4期目を目指す自民前職、大岡俊孝さんです。私にとって4回目の選挙となります。これまで9年間皆様と共に町づくり、国づくりをしてきた、この通信簿をつけられる、このことの評価をされる選挙だというふうに考えています。こんにちは。ありがとうございます。自民党の大岡です。ありがとうございます。今月発足した岸田政権では環境副大臣に任命され、早速国会と地元を慌ただしく行き来してきました。環境省の副大臣を拝命をいたしました。滋賀県といえば環境の県でございます。したがってしっかりと仕事をしてまいります。環境先進県である滋賀からゴミや産業廃棄物の問題の解決をと訴えます。さらに短期決戦に集中するため、大岡さんは大切なあるものを封印したといいます。それはこれです。家に置いておくと勝手に乗るかもしれんから、ここで封印されてます。
秘書が見てるから勝手に乗り出せない。蜘蛛の触ってるよ。ああ。実は大岡さんは大のオートバイ好き。国会でもオートバイ愛好家の議員で作るバイカーズ議員連盟の会長を務めるほど、オートバイのある暮らしを広げようと熱心に活動しています。しかし選挙が終わるまでは心を鬼にして愛車とはしばしのお別れです。まあ、実際に私も不用意に転んでしまってね、皆さんに迷惑かけてるんで、選挙中はもう完全封印ですね。滋賀1区で進む野党連携に対してはどう見ているのでしょうか。まあ、野党が共闘してようとしてまいと、私たちの実績、私たちの政策を訴えて、まあ、これを丸とされるか×とされるかっていう選挙なので、あまりそこは影響ないと思ってます。市議選しか出たことがなかったので、全然重みが全く違うなというのを、肌感覚で感じております。他にも滋賀1区には NHK 党からの新人で医療商社を経営する日高千穂さんも立候補しています。必死に欧米諸国と戦って防護服を手に入れましたが、救急隊員の方や保健所や警察の方ですとか、そういったところに、使っていただきたいと思ったんですけれども、入札をしてくださいと言われました。しがらみとか、原理原則に基づいて、国民の命を守るんじゃなくて、ちょっと知的後進国かなと思いました。コロナ禍で感じたという既得権益の打破を訴えています。既得権益をぶっ壊す。運命の投開票まであと10日。滋賀1区を制するのは誰になるのでしょうか。